お世話になっております。サイドビーの本田です。さて、いよいよ今日からレザークラフトを始めていきたいと思います。いきなりオリジナルのものを作り始めるのは難易度が高いということで、まずはこちらですね。手縫い練習用キットファスナーペンケースというですね、初心者用のキットを購入しました。最初の第一歩としてこれからやっていきたいと思います。中に入っているものが後ろに書いてあります。ペンケースの本革とファスナー用の型紙、ファスナーは23センチ、針と糸ですね。その他で必要なものとして、比較用接着剤、ハサミ、ボールペン、床面処理剤、歯切れ、でヘラ、中身こんな感じになっています。この作り方に沿ってやっていきたいと思います。縫い始める前に本体革のコバをやすって磨く。磨き方は別紙参照ください。ですね、サンドペーパーでコバをやすり形を整えます。サンドペーパー書いてないよな。映像で見えるかどうか分かりませんけど、中の革の色が見えているので、ここのところに靴用の黒いクリームをちょっと塗っていきます。ファスナー一応型紙を床面の縁に合わせマークする。こんな感じで合わせてボールペンで線を引きました。光当てれば分かりますけど、ひょっとしたら映像だと全然分からんかもしれません。マークした線に沿いファスナーを貼る。ファスナー開いた状態で、開いた状態で折り曲げてマークに合わせて貼り付けます。針と糸、浅い糸約100センチに切る。約100センチ。通したら
左下に寄せ、左下に寄せ、同じ作業の繰り返し、ファスナーの位置がなんかずれてたような気がしますけど、まあいいでしょう。はい、ということで反対も終わりました。ファスナーの両端部分を縫い合わせる。ちょっと潰した感じで。テープがまっすぐついてますけど、もうなんか付け方失敗してるので、ちょっとそこはうまくいかないと思います。はい、では最後こう塗っていきたいと思います。こんな感じです。こっちはなんかガタガタになってます。最後ひっくり返して完成。やばい感じになった。なんでしょうこれ。だいぶやばい感じになりました。こういう感じで、ファーストチャレンジはだいぶみっともない感じになりました。またの機会で。こういうものが作れるように頑張っていきたいと思います。ボンドって使わへんかったな。何やったということでした。ありがとうございました。